ご注文はセリフですかお題のセリフに対してそれと会話になるようなセリフを皆さんから送ってきてもらうコーナーです、はい、今回のお題はリゼのはっ「かわいい」というセリフです <laughs> たまに言うよねたまに言うやつ、うん、まあリゼかわいいもの好きですからねこれはでもいけそうじゃないなんかこれなんかいいつでも使えそうううん、使いやすそうね、ではでは早速ご紹介していきましょう、はい こちら、ミラージュさんからいただきました。ありがとう。えー、では、私から読みますので、はい、その後にタネさんは言ってください。うん、それでは、いきます。私のトレーニングのやり方がおかしかったのかな腹筋、ハート型に割れちゃった。かわいい。いくはないよね。い怖い。怖い <laughs> <laughs> どんな気 えどうだって腹筋であれでしょだってあれでしょシックスパックって言われるぐらいだから六つに割れるでしょどうやってどうどうしたの六つに割れてってちょっと今絵描いてるんですけど六つに六つに割れてるうちのあ<え>難しい って,ことってことは筋肉の流れがどれかおかしくない <laughs> どこかが <laughs> 分析するっていうそうだね,ねどこかの鍛え方が間違えて、うん、斜めに沿った鍛え方をしてしまったんだろうね <laughs> すごい科学的にも <laughs> 実証しようとしてたけど全然できない <laughs> 全然わからないへえー、みじゅさん <laughs> ミラージュさんが女性だったらとははもう私って言ってるから女性かなやだな女性の腹筋がハート型に割れてるってぜひこれからあのまだ割れてない部分もそうだねそしてシックスパックにしてください結局じゃあ次えこちら長水さんからいただきましたこれはタネさんが先に言ってくださいあっかわいいそれ虫ですよえ 何を見てるの疲れ、疲れてたのかなあ,あんま寝てなかったの。でものほら、ら虫たまに可愛い顔したやつ、ね。<laughs> えー、ほら。顔顔、なんか、でかいやつ、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。例えば、んー、あり。<laughs> あり、ちょっとこれも検証してみるあり、あり。あり <laughs> でかどうあり、あ、でもありさたまに噛みついてこないわかんない。昔洗濯物にありが張り付いてて。うん、なんか、服着るじゃん。脇噛まれて <laughs>。そうってなって <laughs>、痛いと思ったら、あ <laughs> りがいて。そう。えー、私でもありとあんま会ったことないかも。本当にうん。なんかそういうエピソードない。あり<当>をちゃんと意識して見たこと。ありの服創したりとかしなかった昔。しなかった。なんかあり、 ほら気って私、目悪いからさ。基本気づかないからさ。足元なんて見てから。そうそう、な分ぐらい大きかったらわかる。分怖い。そう、虫というものにあんまり遭遇歴がないね。そうだね。まああまアリちゃん、可愛いね。アリはね、うん、でも噛まなければ可愛いかわいい。着ないしね。じゃあ次。目覚ましニードロップさんからいただきましたありがとう。これは私が先ですね。いきます。 今、あなたが食べている唐揚げの生前の写真がこちらです。かわいい。黒い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 。黒い黒い黒い。黒いダメ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 唐揚げ美味しいから目覚ましに、ドロップさん。名前もすごいけど。やばいって。あー。なリゼちゃんの心えぐらないで。やめて、もう光がないよ、リゼの目にはきっと。 かわいいです <laughs> いい食べちゃったかわいいですかわいいですねあー次次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 次、えー、っとこちら、えー、ハッピーオレンジジュニアさんからいただきましたこれはタネさんが先ですはいはっかわいいよしおじさんがそれ買ってあげるよもうやべぇ <laughs> ダメでしょこれ黒い <laughs> の二つ来た挙動 <laughs> しちゃったの

リサお姉ちゃん、頭、なでなでして。ああ、かわいいはは <laughs> <laughs> は。ありせはあ、ちょ、りネとかしてよくわか,かんないんです、私。<laughs> 今ちょっとわよく分かんないい。なぞでリサお姉ちゃんだからなぞリサお姉ちゃんですから、いこんなん言わないよー。<う>ああ<ー>、何てがいい。あてなでしゅるー。<laughs> 何なでなでしゃるー。あはは。<laughs> 何で何で <laughs> 次次次次ちょっと興奮した。めちゃく上がった。上がったな。えっと。あなるほど。こちら、春巻きびっくりさんからいただきました。これも私が先です。実は、女装が趣味なんだ。かわいい。ご注文お待ちしておったでータならいい。 ほら可愛してるからね。あそうだよね。そうそうそう。いいじゃん。ねいい。かわいいシャタシャタご来店い,い。あしかもあのこのコメントの中にあのは可愛い点点点じゃなくて可愛い,いーって感じ。<laughs> 相当可愛い,いんだよね。心の声が出ちゃうやつですね。うん、いやでも結構女装似合う人素敵だと思う私。うん。うん 顔が綺麗ってことだからねだって男性でも本当に鼻が高くてさくっきりした顔の人とかいるじゃんいるいるすごいよねううんうん女性でも羨ましいようなさお肌綺麗でねそうお肌綺麗羨ましいよね男性結構肌綺麗な人なんだろうお化粧あんまやっぱしないからねすればするほどね綺麗にはなるけど結果ねマイナスなんでね急に曲がり角でねいや まだ早いか私は早い、ま早いあ、ということで今のが最後でしたね、うん、いい締めだったじゃんいい締めだったーショタであまりショータで終わる素晴らしい番組だ